はい、こんにちは。では昨日に引き続きまして、新しくオープンします、ポケモンセンタースカイツリータウンのオープンキャンペーンということでね、昨日動画でご紹介しましたが、今日はその中で、ポケモンセンタースカイツリータウンのプレオープン、こちらの、抽選ご招待があるそうなので、こちらの抽選をやっていきたいと思います、抽選で200組600名がご招待されるそう、招待されるそうで、はがきの応募で100組、ウェブからの応募で100組の合計200組600名となっているそうです。今回はウェブからの応募、ファミ通 .com ですね、こちらからの応募をしていきたいと思います。で、応募の期間は6月の20日までとなっております。応募先の URL はこちらに載せておきますので、こちらで応募の動画見ていただいて、応募の仕方ね、今からやっていきますので見ていただいて、もしご参加できる方がいましたらね、ぜひプレオープン応募してみてください。ではやっていきたいと思います。みんなよりもね、一般の方よりも1日早く入場できて、でお土産もプレゼントされるそうです。なのでね、ぜひ行ける方はね、応募してみてください。ではやっていきたいと思います。はい、こちらウェブの限定のウェブ応募のポケモンセンタースカイツリータウンプレオープン抽選で100名300組をご招待。7月の5日ですね、7月5日の火曜日、ちょっと平日になっちゃいますね。で、全国11店舗目となるポケモンセンターに注目ということで、7月の5日4時から7時か、あ、遅い、夕方の時間帯なんですね。なんだ、朝行けないんだ。7月5日4時から7時に開催されるプレオープンですね。はい、で、来店を希望される方は下記をチェックしようということで、お店の場所、そしてスカイツリータウン、ポケモンセンタースカイツリータウンとはどんなお店ということを書いてあります。で、昨日もやりましたね、いろいろ、ショッパーもらえたり、レッグーザの配布があったりということも書いてあります。そしてこのページの一番下、ここに応募フォームがございます。では応募フォームクリックしていきましょう。はい、ポケモンセンタースカイツリータウンのプレオープンにご招待。応募の締め切りは6月20日11時59分午後11時59分までとなっております。で、注意事項とかもしっかり読んでから応募はこちらをクリックしていきましょう。はい、では必要事項をすべて記入していきます。で、すべての項目入力し終わったら確認画面へ、内容に誤りがなければ送信してください。はい、これでプレオープンへの抽選の応募が完了になります。抽選の招待状は6月下旬発送をもって返させていただきますということで、もし抽選に当選した場合は登録したご住所に、招待状が6月の下旬に届くということになるそうです。で、こちら一応200組600名なので、一応抽選に当選したらその1個の抽選で3人までプレオープンに参加することができるみたいですね。で、まあ抽選に受かっても一緒に行く人が今のところ予定ではいないので、どうしようかな、あと2つ枠が空くっていう感じになっちゃうってことですかね。誰か行く人探してみようかな。といった感じですね。またちょっと抽選に当選してればいいんですけど、まあ外れちゃってもオープンの日にこれ行ってみようかなと思いますので、また店内の様子であったり購入したグッズであったり、またプレオープンも抽選にもし当選してましたら動画でご紹介をしていきたいと思います。で、再度プレオープンのウェブからの応募フォームは下のね、概要欄に貼っておきますので、もしね、お近くの方、また行ってみたい方、行きたいよ、行けるよっていう方はね、ぜひぜひ応募をしてみてください。1人1回の応募でね、3組まで一緒に入ることができまして、で、一般の方よりね、1日早く商品を購入することができます。お店に入ることができます。そして、商品の購入だけじゃなくてね、お土産などなどもいただけるそうなので、でぜひぜひ
皆さんよろしければご応募してみてください。ではご視聴ありがとうございました。